さんこんにちは。今回は夏場の目の疲れから肩こり首こりが来る原因の話をちょっとしていきたいと思います。夏場日差しが強いとどうしても目の方に、負担っていうのがかかってきます。そしてまあ日差しだけの問題ではなくて、実はエアコンとかで乾燥気味になってるところにいると目の表面が乾いてしまって、そこから外に出た時に、太陽の光を浴びるとより一層目が疲れてしまうという現象が起きます。乾燥っていうと冬場のことを思い出すんですけども、夏場でも空調によって、非常に、空気が乾燥している場合がありますので、そこは一つ気をつけていかなければいけません。で、この目の方が疲れてくると、実は目がおかしくなるだけではなくて、目の周りにある骨も一緒に歪んでくるんですね。この歪みが続くことによって目の疲れがなかなか回復しないっていうようなことも起きてきます。で、今回はそれによって目の疲れから肩こりとか首こりが起きてくる原因、それを改善するためのやり方をちょっと直して教えていきたいと思います。で、やり方はまずこの肩こり首こりなんですけども、目の方のところを直していかないといけないんですね。目の疲れを取ってあげてから肩とか首とかを直さないと、目が疲れることによって姿勢が悪くなったりとかいうのが一つの問題になってますので、それをまず直していきます。やり方はまず蒸しタオルとかあれば目の方に当ててもらって、しばらく5分ぐらい温めたりとかするのもいいんですけども、まずね、その目が疲れてきた時に目の横にある骨ですね、横にあるこの辺の骨とかも歪んできます。なので、こめかみからやや前の方 をやや後ろに引きながら上に上げていくっていうことをします。この状態で約30秒ぐらい、保ってもらって、今度は目の上ですね、いわゆる眉毛の部分とかも下がってくるので、この部分も上に上げていきます。その時のやり方は手のひらを使うんですけども、ちょうどこのポクッとした母子球のところですね、この部分を目を軽く閉じて、その目のやや上の方に当てます。ちょうど目の上の骨が上に上がるような感じでぐーっと押していきます。実はこれで、手のあったかさとかで目の方を癒すっていう効果も一緒にあります。まずこれを30秒ずつやってもらった後に、今度は首と肩の筋肉、この部分も固まって動かなくなっているので、これを動かすやり方を教えていきます。まず手のひらを外に向けて、手を横の方にするんですね。で、手は伸ばし切らずで、やや曲げておいてください。曲げた状態でそこから上の方に手をこう上げていきます。で、そのまま脇を後ろの方に引くように、肘を後ろの方に引くようにして、やや反らし気味にします。で、この状態から手をまた前の方にこう持っていきます。そして、下の方に下ろします。この動作を5回ぐらい繰り返してください。手を外に開いて上に上げ、そして、肘を後ろに引いて姿勢を後ろに引くというやり方ですね。これを手をまた前に戻して下に下ろすという動きを5回ぐらい繰り返してください。ポイントは、こう上に来た時に肘を後ろの方に引くっていうのがポイントです。そうすることによって、腕の筋肉と肩の肩甲骨周りの筋肉ですね、この筋肉が動かされるので、夏場、空調によって本当に冷えているので、ここを動かして血行を良くするということです。これをやっていくと目も肩も首も疲れが取れてくるので、夏場になっては頭痛がよく起きるっていう方もこれで多少軽減することができます。なので夏場目が疲れやすいな、ちょっと肩とか首が凝ってしんどいなと思う方はぜひこれを試してみてください。